してます。来ました。始まりました。始まりました。じゃあこっちもインスタも、はい、始まります。あ、もう11時に、初の11時に YouTube ライブですよ、はい、ね。ここどっち見たか分かんないです。ん、こっち見ればいいですね。とりあえずこちらがメインカメラですね。はい、YouTube と同時のインスタ、はい、はい、ですので初めてなんでちょっとあのどうしていいかわからない感じなんですけども、はい、ある程度人数が集まった時点でね、スタートという感じにさせていただきたいなっていうふうには思ってますが、コメント入ってますね。はい、本当だね。どん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 コメントが集まって、どうなんですか。30人ぐらいじゃないって本当だ言ってたじゃん。うん、はい、そうですね。もうそろそろ30な、どれぐらいになったらあれなの？どれぐらいになったらですかね。まだまだ全員に通知がいってるかどうかわかんないですけど、やっぱ徐々に徐々に増えてますね。皆さんね、お正月でね、やっぱりやることいろいろあるでしょう、うん、ね。そうですね。私も今日はね、葛城で、はい、ナンバープロと、はい、新年杯ですね。新年杯、はい、恒例の、恒例の、スコアを、スコアを配って、スコアカードをね、朝配って、ご挨拶して、ご挨拶して、新年のご挨拶して、はい、まあ、藤野プロがね、いらっしゃってましたからね。そうですね。はい、あと藤野プロ、あとはあれですね、盛岡。盛岡プロとね、あと新人の西脇、西脇プロと、ね、はい、うん、みんなでカード配ってやりましたね。増えていかないですよ、あんまり。まあまあ、どん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 、はい、コメントも読んでいきますか。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新年から藤田プロ見れるなんて幸せです。そんなこと言っていただいて、本当にありがとうございます。うん、もうご挨拶あれですか。ご挨拶しますか。はい。30人になったんで。はい。はい。はい、じゃあそれでは、なんですか。お願いします。はい。皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつもですね、BK ゴルフチャンネルを、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。まあ今年ね、初めて。ライブということでお正月やらせていただいておりますが、今年もですね、BK ゴルフチャンネル、まあチーム BK をよろしくお願いします。お願いします。これが言いたかったんですよね。まずはですね。まずは、はい、はい、そうですね。今我々は浜松におりまして、はい、BK のBK コーポレーションの事務所にね、はい、事務所があるんですよね、はい、会社の事務所がね、そこで撮影ライブさせてもらってますけど、ぼやきゴルフ大好きです。ありがとうございます。ぼやきすぎましたね、去年はね。ぼやきすぎだよって何人かに言われたけども、ね、調子いい時でもぼやいちゃう私が、悪いからなんかぼやきから嘆きからなんかいろんなのに変化しちゃったっていうのがね、ありましたけど、はい、うん、それはそれで知り合いの方なんかね、うん、なんか率直な藤田さんの、悩まれてるんだっていうので、うん、はい、そうなんですよね、あれが本音ね。本音ね、なかなかね、メディアとかだとね、本音がそのままなんかこうね、ならない場合もあったりとか、部分的だったりとかするから、はい、まあそういった意味じゃ 100% 生のね、 100% ジュースみたいな、そんな感じ。ジュースなんか違う。じゃあもうギュッと絞ってね、100% 果汁みたいなね、はい、はい、感じでございますね、はい、コメントにも葛城行きたいですっていう。ああ、葛城ぜひ来てください、ね、本当にね、はい、
まあ、メンバーさんの紹介がないとね、うん、いけないのかな。一応そうですね。メンバーさん紹介で予約が可能。予約が可能ですね。はい、まあ、BK コーポレーションに連絡していただければ、自分がやりますか。ナンバープロが支配人にお願いをして、無理でしょうね。メンバーさんに怒られる。怒られるね。はい。どうやって回れるんでしょうね。今ね。コメントいっぱい入ってますよ。そうですね。ヤマハのドライバー購入しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、メンバーさんが1本買っていきました。そうですね。カツラギのメンバーさんが1本。これもう周りですごい飛ぶ飛ぶってすごい評判なんだって言って、うん、いや、いいですよって、回りませんよ、まあ、飛びますよって言って。で、どれがいいかなっていうんで、10.5 度の VD をね、おすすめして、こちらがいいと思いますってことで、買って。シャフトはちなみに、シャフトはね、SO、SO、うん、っていうのが入ってたんですよ。何種類かあったんだけど、はい、まあ、シャフトはね、その方が使ってるやつじゃなかったから、はい、どうせシャフトは買えるよね、なんて言って、うん、で買っていかれましたけどね。なんかないんだって、今。あ、物が。物が。うん、で、カツラギ、ほら、ヤマハのゴルフ場なんで、はい、ストックが置いてあるからね。結構潤沢にあるんで、うん、またここインスタイルね、この横にある、はい、インスタイルさんでもね、はい、ある在庫。在庫はよもうそのちょっとすいません、わかんないですね。はい、まだ、インスタイルさんにお電話してもらってももしかするとね、はい、あるかもしれないね、在庫あるかもしれないんで、うん、僕のも今年の今年じゃもう今年ですね、うん、1月の終わりだって言われました。プロにもまだね、うん、来てないというね、そういうドライバーですよ。あれですね、いつも YouTube で多くのコメントもらってるんですけど、あんまりお答えできてないんで、こういった機会に藤田プロに聞きたいことがあれば、なんかぜひ見てる方聞いてほしいな。本当に、はい、もうそれもナンバープロもいるんで、レッスン的なところもどしどしコメントもらえれば、うん、はい、そうだ、マスターバニーのアニマルセーター買ってくれました。ありがとうございます。いいですよ、これも。ハリゲート。ハリゲート。うん、ちょっとね、この辺は気にしないでください。ちょっと年末年始。ちょっと飲みすぎ、食べすぎですね。はい。はい、なんか来ましたね。契約するときのきっかけって何でしょうか。え？きっかけ？何ですかね。パーリーゲイツに関しては、セリザープロが来てたんですよ。うんうん、それでそのお風呂をもらってって、うんうん。で、来てたら、当時のそのパーリーゲイツのね、社長さんが、セリザープロが優勝争いした、はい。で、その時に見に来て、優勝争いを見に来たんだけど、俺はパター練習したんですよね。はい、ただ、セリザーさんのところに、なんかパーリーゲイツ来てる子がいるんだけど、あの子は誰なんだ僕のウェアを上げてる。静岡の子ですっていうので、それからモニターにしていただいて、うん、ウェアをあれしてねっていう、それまでは長いですね、長いですよ、25年やっていただいて。その当時ってそのパーリーゲイツと契約されてるプロってどれぐらいいらっしゃる。その当時は芹沢信夫さん、はい、松沢千佳子さんぐらいですよ。ぐらいだ。2人しかなかった。今結構もう、すいません、他にいたら本当申し訳ない、申し訳ないんですけど、はい、そう、当時はね、なんといっても芹沢さん。1989年ね、これ89ってね、うんうんうん。これ89になってるのかな？向こうからなってますか？89年からブランドが、はい、だからこの時から、私は97年から。うんうん、で、星座さんは89年からもうブランドの立ち上げと同時に、っていうところですね。うんうん、で3人目になるんですか、藤田プロ。その時、いやいや、もうちょいいたんじゃないですかね。もうちょい。うん、だと思います。男子はでもいなかったかな。うん、男子少なかったですよね。うん、でも、芹沢さんのおかげで、こうね、うん、はい、なってますけど。うん、
とまたコメント質問、コメントめちゃくちゃ多いけど、パッティング練習を飽きないで続けるコツはありますか。飽きないね。まずお二人は飽きるんですか、練習。そもそもパッティング練習してちょっと飽きたからやめようかな。我々はどっちかというと仕事だから、うん、また違うじゃないですか、楽しみの方とね、うん、仕事の方で、ね、はい。でもよく南部さんはね、今ね、桂ゴルフクラブの研修生をメインで見てくれてるんですよ。で、あと BK のね、方とか、ヤマハのジュニアレッスンっていうのはヘッドで見てくれてるんだけど、大体ね、ノルマ貸してますね。ノルマ、うん、そうですね、ノルマは、はい。どれぐらいですか、どれぐらいだろう。まあ、例えば、一番重要な 1.5 から 1.2 メーターのストレート、フック、スライス、その3つを10発連続入るまでやめちゃったねとか。10発連続、そうそうそう、それ大変そうですね。ね、だいぶ。私はね、高校時代は100球必ずやって寝てました、毎日。100球入るまでですか。それは手島さんはそうだった。手島太一さんが九州のテレビ番組で100球連続で入るまで、うん、あ、そうそう、それを見て俺は120にしたんですよ、はい、同じ100球だと叶わないんですか、だから俺は120だ、20球多くして、ただ連続はちょっとシビアすぎるから120球打ったら終わり、はい、うん、やりすぎるとそれもそれで大変です、そうそう、終わらないし、でも100よりも120だ俺はっていうのでなんかやってたんでね。じゃあアマチュアの方も、まあ、そういうノルマを自分で貸して毎日やったらいいかもしれない、うんうん、無理なく、無理なく、そうそう、無理なく、無理なくがいいと思いますね、うん、だから10球を3セットぐらいとかね、うん、10球連続を3セット、うんうん、終わったらやるとかね、うん、そうですね、もしくはもう私みたいにちょっとあんまりシビアじゃない人30球だけ打ったら、うんっていうね、毎日続けるのが大事なんです ね、 そうですね、パターは特に、うんはいはい、うん、でも全然変わる、毎日やったらね、うんうん、変わります。結構 とにかく触れてくださいって言います、僕なんか。そうね、アマチュアの方もレッスンとかね、うん、ジュニアもそうですけど、うん、もう打たなくてもいいから一回触れてってみたいな、うんうん、そこから始めていくとだんだん握ってるうちに、うん、なんか握るだけで済まなくなってきて、なんか一発二発転がすようになるっていうね、うん、なるほど。だからパターマットが一番練習なの、うんうん、だから俺はパターマットいっぱい持ってて、行くとこ行くとこパターマット、うん、か老眼鏡、うんうん、どっちか、どっちか必要なのよ、それぐらい、はい、パターマットと老眼鏡今はねちょいちょい最近、ね、ギャグ入ってるこれにやられるんですよ、みんな。そう。なんで。この放送のちょっと老眼鏡が。わかるようになってくる年だからね。そうそう。でもパターね。だから家にもね、家にも2つぐらい置いてあるし、ゴルフ場にも置いてあって、トレーニングルームに置いてあって。で、試合に行く、試合用のパターマットで1個持って。キットがありますもんね。そのキットが。送る用のも、ね。送る用のこう持ち運びもできてっていうね。だからそれぐらいこう、パターマットってすごく、いいと思うんだけどね、うんうん、寒い時期どのような調整練習をされてますかっていうことなんですけど、私が、はい、寒い時期はねトレーニングですね今は、うんうん、はい、トレーニングばっかりです、うんうん、トレーニング、まあ、浜松でトレーニングすること多いんですけど、うん、芝の上でこう体を動かすやつが多いですね。このなんか自分もビッグカップゴルフ年末させてもらったんですけど、うん、コースに回るとき寒いときもうどうしても朝って体が動かないじゃないですか、うんうん、そういうときはもう最初の一ホール二ホールはもうあんまりこう何ですかこう飛ばそうとか正確にやろうって思わない方がいいんですか、ね、寒いときっていうのは。まあ様子見た方がいいでしょうね、うん、ある程度は、うんうん、自分の体がどれぐらい動くのかっていうのは、うん、いきなりいけないでしょうからね、うん、寒いというか体が固まっても何も、うん、いつも通りできないんで、うんうん、それは余裕がある方はね YouTube でもやりましたけど、うん、
あ、ゴルフする前が大事なんだっていうね、はいはい、あの動画で見ていただいて、うんうん、そうですね、なんかそのアップの時間をちょっと取ってもらうと、はい、うん、まあ、練習しなくてもね、そういうストレッチとか少しね、うん、体を温める動きをするだけでも多分違うと思うんですよね、うんうんうん、違うと思います。その辺参考にしていただいて、うんうん、まだまだ質問以外にもコメントがいっぱい来てます。すごいですね。質問以外にコメントっていうのがあるの？コメント、藤田プロのアプローチマット購入しようか今悩んでおります。あ、タッチマットですか？タッチマットね。はい、藤田タッチマット、あれもいいですよ。こう入ったところがね、こう分かるようになってて、うん、色が変わるやつ、ね。そう、色が変わるやつね。うん、あれを家でね、あの実際のボールだと危ないけど、なんかこうスポンジボールとかで練習していただくと。アプローチの入りがすごく良くなるっていう風にね、うんうん、はい、そうですね。藤田マット裏のゴムがボロボロになってきたので新しいの買います。ああ、じゃあたくさん練習をしてくれてるんですね、うん、ありがとうございます。藤田マットもね、何種類かあるから何をお使いなんでしょうね。今現行はちっちゃいカップと傾斜ですかね。そうですね、はい、その2種類ですか。2種類、今、はい、はい、そうですね。今年は何勝してくれますか。今年ね、しばらく勝ってないんですよね、はい、最後に勝ったのは2015、ですか。もう7年前ですよ、うん、2015年に、あ、違う、2014年だ。2014年。8年前。2014年が、何勝 ?3 勝しましたね。4勝。4勝じゃないですか。うん。どうやって勝ってたんだろうな、あれ。うまかったんだね。はい、うん。まあ、だってもう白髪もこう、もうね、多くなってきて。お腹もです。4勝しましたね。4勝しましたね。うん、まあ優勝、まあでもシード落ちちゃったから、まずはそのねシードかな、うんうん、を取れるように、あのそういう、まあ、ちょっとショットが本当にね悪いんですよ。あのこれぼやきなぜぼやきモードまた入ってきたね、これね、ぼや危険ですね、危険ですね。だからまああの優勝の、まあこういろんな段階があると、まあ、優勝がトップの目標があるとするでしょ。そうすると、まあ、上位争いみたいな、優勝争いみたいなのがあって、そこから予選通過だったり、こういろんなのがある中で、一番最初はやっぱこうシード権っていうのはもう一回、うん、あのね、うん、戻りたいっていう、それが一番の目標ですね。うんうん、だから優勝っていうのは、そのまたね、何ステップか先の目標だから、一個一個やっていこうかなっていうふうにね、思ってますけどね。うんうん、許していただけますでしょうかね、そういうのね、ダメだって厳しいお言葉の方も時々いらっしゃるんでね。あ、今年の出戦場ですね。はレギュラーです。はい、レギュラーですね。あの障害獲得ランキングっていうので、あの1年間シードいただけるんで、それであのレギュラーツアーの方に出させていただいて。ただあの時間があるときはシニアツアーの方もあの今年はねちょっと出たいなというふうに思いますね。あの宮本プロがね8月の誕生日、はい、うん、なんでそれ以降はシニアの試合に出たいって本人が言ってるんですよね、うん、なのでまあ一緒にこう行けたらいいな。でシニアのには芹沢さんがいらっしゃるんで、またあの我々レギュラー最初にね、あの芹沢さんで丸山智弘さん、うん、で私宮本勝正でよく練習したんですよ。でその当時のね、あのまた時間過ごせたらなというね、うん、はい、思ってますね、うん、男子プロをもっと盛り上げるために何か施策ありますかと、うん、いうことで、今の男子プロを2人から見て、うん、いかがですか、昔と比べて。どうですかね、昔と比べて。選手一人一人もそうですし、男子もレベルは上がってますよね。若い子、ゴルフのレベルはもう本当に上がってるんですよ。若い子上手いですよね。
ね。そう、でもね、横綱がいないのかもしれないね。なるほど。うん、横綱、大関みたいな、そういう人が、もう絶対的な存在みたいな人が、ちょっと出てこない、まあ、我々世代ぐらいからちょっと出てきづらくなった。例えば、伊沢さんがもしかしたら最後の横綱かな。で、横綱になる人っていうのがね、海外に行き始めるわけですよ。で、そうなると、日本のゴルフ界っていうのはちょっとこう、盛り下がるじゃないかっていう話になっちゃって。まあそこは難しいところですよね、うん、そうやって海外出ていく横綱をまた応援してあげるっていうのも本当は欲しいんだけど、そうなると国内がっていう感じになってしまって、うん、横綱不在、大関不在みたいな、楽しくないよねって言われてるような気はするかな、うんうんうん、松山君とかが、まあ、こっち帰ってくるとやっぱり人気ありますもんね。いや、まあそれはね、もうだって海外でも世界中で人気あるからね、もう今や松山英樹は、うんうん、すごい言葉では表せない凄さがね、うんうん、松山英樹にはあるけど、うん、だってあのマスターズで勝ってるんってもうすごいよね、うん、だからそういう人がね、まあ、国内でもプレーしてくれたらあれだけど、またそれはそれでまた別の話になっちゃうんでね、うん、やっぱり日本の男子っていうのは、まあでも今若い選手はもう面白い人たくさんいるんでね、うん、うん、たくさんいる、だからまあそういう、まあ、メディアの人もそうですし、なんかそういうね、頑張ってる若手にこうフォーカスしてもらってね、うん、そうすると面白い味は出てくる来ると思うんですよね、うん、でもその終わりかけの我々のねおじさんたちもまだ頑張ってるよっていう、うん、この若手のなんかこうこの選手面白いなみたいな選手っています、若手、若手で、若手はでも面白い人いっぱいいるね、いっぱいいます、ね、いっぱいいるね、もう学生ぐらいまで遡る、そこまで行っちゃうっていうのかな、うん、学生ぐらいもうなんかね時代が変わっててちょっとパワーゲームになってて、だプロで言えば、なんかいっぱいいるな。誰だろうね。誰ですか、え、ちょっとパソコン開いていい？すぐ出てこない、おじさん、今。あ、でも、そうそうそう、いっぱいいるね。優勝して片岡くんとかもいいんじゃない、うん、あと誰いる、あと大貫。大貫くんはもう中継。大岩？大貫？大岩くん。大岩くんもすごい面白いしね。あと、アベマ、昨年3勝した、賞金王、アベマ。誰だっけ、宮本プロがね、こういうの詳しいのよね。ほんと詳しい。で、よく回ってるしね。はい、宮本プロね、結構上位で、あれしましたからね。うん、プレイしてるから。うん、でも、その、ナンバープロが今結構ジュニアで高校生とか教えられてますけど。うんうん、そうですね。どうですか、こうやっぱ今の高校生ってレベルはだいぶ高いですか、高いじゃないですか、アンダーでバンバン来ますからね、女子も来ますけど、男子も結構うまい、飛ぶ、ほんと飛ぶ、ほんと飛ぶ、ほんと飛ぶ、280ぐらいだったらもう普通だもんね、普通なんですか、280、だって500のミドルかとかもう5アイアンとか軽く乗ってっちゃうから、ちょっともう俺らの次元とはちょっともうパーシモン時代からやってるのを我々からしたら、もう異次元のもう世界だよね、そのものからしたらね。午後6だもん、500。なけーとかって、多分あんま思わないと思う。もう、うん、だ200だと5アンぐらいでも軽くってくるから、はい、うん、すごい。すごいですね。どうなんですかね、その体格、別にそのトレーニングもすごいやってるわけじゃない。いや、どうだろう、高校ぐらいだったらトレーニングやってるんじゃないかな、もう。まだやっぱ振るよね、みんなね。あ、振る、そうですね。うん、ね。もう、その情報もすごい多いでしょ。はい、我々の時代ってさ、自分のスイングを映像で見ることもなければ、いつでも映像が見れるわけでもなかった。はい、で今はいつでも見れるでしょ。で、いつでもチェックできる。うん、で、数字でも出る。はい、うん、だからすごいよね、やっぱりね、うん、その比較というか勉強というか知る、
知ることができるし、ね、感じることもおそらくできるでしょ、うん、例えばローリー・マキロイのスイングをね、はい、見たいっていうとそのスピード感が見れたりするじゃない、まあ、生だともっとすごいけど、うん、でもそういうのを見て育つとやっぱ速くなっていくよね、うんうん、いいもの見て、ね、いいもの見てね、うん、だから何年前2010年前後あのメジャーに行っててでもうその圧倒的なパワーでもう無理だって思ってだもっと若い選手は飛ばなきゃダメだみたいなことを言ってたわけ、うん、飛ぶもんね今もう飛ぶちっちゃい子でも飛ぶ、うんうん、だからなんか頼もしいよ本当に、うん、ゴルフ全体がみんな上手くなってスキルも上がってて、うん、あとやっぱりねでもまあ一方でその海外で活躍する選手みたいな感じになると環境がやっぱり違うんで海外ってね、うん、まあまあこれ過去の動画とかでも話してるんで、はいまあ、それ見てもらったらあれなんだけどやっぱそういう環境にポンとこうね飛び込んでってほしい早くっていう感じは思うだから松山英樹とかもうバーンと向こう早く行った人とかね、まあ、ちょっと自分の同世代だったらあの今田竜二君とかね、うんうんうん、丸山茂樹君とか田中秀道君とかは向こう行ってもうああいう成功してる人っていうのはすごいね、うんうん、私は全然無理だったちょっと結構質問もまたすごいす、ね、どん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 皆さん送ってくれてる99、はい、100いきましたね。トラブルショットを打ってしまったとき、まず考えることが何ですか？トラブルショットを出すことじゃない。トラブルって林の中でしょ、はい、林の中からどこが一番確実に出せるかなっていう。はいうんうん、まあそうですよ。心境的なところなのか、もうこうやっぱアマチュア的には打った後、すごい落ち込んで、どん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 悪くなっていくみたいな。のがあるので、そういうのどうやって防ぎますかっていうの。それ多分深みにはまるわけでしょう。深みにはまる、うん。だから後ろでも横だとしても、はい、その一番広いところにまずヘアウェイ出すっていうのが、うん、その深みにはまっていかない。ああ、うん、はい。そう前であそこ行けるかなとかはあの危ないね深みにはまる。うん。なんかそれぞれ目的がちょっと違うじゃないですか。うん、間違いなく、まあ月齢出てるとか。ちょっと競技に出てるとか、プライベートだけとかってあるから、うん、なんかプライベートの時は、俺なんかは、あの狙ってってくださいっていう、はい、ある程度いけそうな。狙ってってくる、はいうんで。そうすると、自分の技量がそこで分かるじゃないですかと。はい、じゃあ、例えば月齢ね、毎月1回出る人がいて、月齢で何とかしたいと、スコア、ね、シングルになりたいとかっていう人が、うん、まあ、毎回刻むものは、まあ、なんとなくできるから、はい、まずは狙ってみて、あのそこの間は自分が行ける技量じゃないんだなとか、ああこの高さは自分はこのライじゃ無理だとか、はい、っていう判断ができれば、うん、もう即座に横とか、うん、もう後ろにも刻むっていう選択が割とすぐ判断できるんじゃないかなっていう、はいまあ、失敗から学んでいただいてみたいな、うん、とかをねおすすめしたりします、うんうん、で行きたくなっちゃうもんだって前上がって空いてると思うと引き出るんじゃないかなって思うから、うん、そこはやっぱりねやっぱりその月齢とかで狙っててカンカンって当たっちゃうとまた奥に入っちゃうっていう、うん、さもダブルスコアにもなりかねないっていう、うん、大トラブルになっちゃうので、うん、その辺もねあの、うん、プライベートで何にもないよっていう時にこう狙っといてもらうと分かるかなみたいな、うんうん、っていうのはおすすめしたりします僕はね、うんうん、自分のもう一個使ってる藤田くん可愛いってやつだからちょっとよく言うこちらの知り合いの方がね作っていただいてこういうちょっとこういうね知り合いの方に作っていただいてありがとうございます使わせていただいております。これ JGTOTV かな JGTOTV あっ水田さん明けましておめでとうございます。 JGTOTV ってあるの？ JGTOTV ってどっちなんですかね。どでも JGTO の, あのマークです。ロゴですよ。そうそう、ね、ロゴですよね、はいはい。新しく TV できた。なんかあれじゃないですか、ね。なんとか TV ってよく多いですけどね。はい、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。インスタの方も。インスタの方来てます？インスタね。
QB 系のインスタ。インスタちょっと今、やらせていただいてますけどね。はい。お世話になってます。スタッフ皆さん。お正月から大変ですね。ジュニア選手権。そうなんですよね。ジュニア選手権ね、開催したいっていう、まあ、そのためにもね、今、ちょっとみんなで、力を合わせて、いろいろやろうとしておりまして、将来的にはやりたいというふうに考えております。はい。おすすめのゴルフグローブありますか？グローブ？ええ。これヤマハのグローブですね。ヤマハの自分がもう使ってるプロ仕様の手袋、グローブがあるんですけど、3300円のグローブ、ちょっと高いかな。高いですね。革なんですけどね。もうそれは最高ですね。何が違います、そのグローブ。柔らかいです。柔らかくてちょっと薄め。薄め。だから耐久性はちょっとね。ないですよね。ない。フィット感がね。フィット感が違う。フィット感が。だから俺も某メーカーをね、高校2年生の時に本番で使ったんですよ。はい、普段はもう合皮。だけど本番だと思ってジュニアの大会で、うわ、いいなと思って使ったら3ホール目に破れた。ショック。高校時代ね、キャディをやったアルバイトのお金で買ったんですよ、3500円ぐらいで。めちゃくちゃ破れて、泣きそう。どうしたんですか、そこから。破れっぱなしでやったんですか。しばらくはね、しばらくだけど途中で買いました。もう破れた方が恥ずかしいから。2個は買えなかった。2個は買えない、もう3500円ですよ。当時ね、ワンラウンド、高校時代ね、キャディやって4700円だった。おそう、福岡県の久山カントリーっていうところでね、私はキャディのアルバイトやらせてもらって練習させてもらったんですよ。そのお金で、まあそういう小さい道具をね、ボールとかそのグローブとか、そうだからグリップ交換は自分でやってたから、お金かかるから、そういうのやってたんですけどね、スパイクとか買ってね、はい、秒でしたしね、秒だったね、秒でしたね、はい。藤田プロの好きなお酒を教えてほしいです。私はね、ここね、マルスってね、本坊酒造の、あれですけど、まあ、ここ、マルスさんのお酒を結構中心に飲んじゃうかな。あれ、前、飲ませていただいたマルスの、ウイスキー。ウイスキー、どっちかな？どっちですかね。あれ飲んでからもうウイスキー飲めるようになったんですよ。今までずっと飲めなくて。でそこからウイスキーが美味しいな。コスモっていうね、コスモっていうウイスキーとか、駒ヶ岳っていうウイスキー、駒ヶ岳はちょっとね、スモーキーな感じでね、私もまだそこには到達できない、コスモは非常にこう飲みやすい、柔らかい感じのウイスキーでね、たくさんは飲めないんだけど、ですね、あとはマルスのワインね、藤田ワインは私、あんまり持ってないから、自分のワインだけど、そんな自分を持ってるわけじゃないんだけど。だからマルスのそのワインを飲みますね。いや、美味しかったですね、あれは。美味しかったでしょ。美味しかったですね。今度お願いします。僕も飲めない。全然飲まない。全然飲まないじゃないですか。飲めない。飲めないんですよ。私もそんな飲めないからね。飲める程度に。飲んだら秒で寝るらしい。あ、寝る。寝ちゃうらしい。気持ち悪くなっちゃう。あ、そうなんです。寝ちゃうんですよ。言いましょう。今度、はい、社長と、そうです、親父さんと行きましょう。親父さん見てくれてるか。見てるんじゃないですか。でもなんか気づいたら見てくれてる方が100人、100人超えた。ありがとうございます。だからね、ありがとうございます。1月2日なのに。2日なのにすみません。このタイミングでね。藤田プロと大場明プロのガチ勝負。やってみますか。明さんね。いや、絶対。絶対ね、オフやったら俺負けますね。本当ですか？いや、負けるの。オフね、下手なのよ。まあ今下手になったけど、でもそれでもうまい時、将棋王とか取ってる時もオフ40ぐらいですよ。なんか、そのね、若い頃はあんまりこう波がなかったんですよ。そのシーズン中とシーズンオフのね。とすごいね、シーズン中とシーズン、こうだんだんこう乖離してくるわけ。年取ると。なんか気持ちがもう、その、
日本シリーズ終わった翌日の月曜日からもうオフになって、うん、もうそのスピードは遅くなる、感覚もなくなるみたいな感じなの。減ったの、すごい。で、シーズン中だとこんなの大丈夫かって言って、シーズン中になったら、おだんだんピーってはまってくるなっていう。うん、なので、大場さんには大体負けちゃうんだよね。うん、多々ありましたよね。合宿でね、カトリック合宿でチームセンターの、うん、たまにオーバープル来て。そう一緒に待って勝ったよとか言って、うん、ショットはね、俺もショットしょぼいけど、もっとしょぼいの大場さんだけど、もう全部グリーン外れて、なんかね、あのうわダメだやっぱダメだダメだとか言いながらパー拾ってきて、気がついたらなんかワーンだとかえみたいな、それで負けてるとかね、うんうんうん、ありましたけど、一回そういうね、こういう企画の企画はありがたいですね。企画案はもう本当にうちの小生が頭がもう痛いぐらい悩んでますからね。いいね、本当にいいですね、アキラさん。はい。最新の、1月15日山田コースで大会外初ラウンドします。攻めるホール、守るホールがあれば教えてください。山田。15日、ね。これはすごい、すごい、すごい、リアルなやつだ、ね、リアルで。攻めるホールか、守るホールか。はい。うわ風も要求するね。風もありますからね。うん、基本、葛城はあんまり攻めない方がいいかもしれないですよね。あとちょっと凍ってますからね、朝。まあ最近ちょっと凍るんですよ、寒いから。今日めちゃくちゃ凍ってる、うん、メンバーさんみんなグリーンがグリーンがってですね、はい、出てちゃう、うん、あ、そうなんですか、言わないじゃん、そうそう、基本的にはどうだろうな、セカンドショットはもう固くね行った方がいいかな、手前からサイドからも難しいですからね、うんうん、あとバンカーがね100やつでしたっけ、うん、100やつありますね、100やつあるんで、うん、刻むとバンカーに入っちゃうっていう、でバンカーも凍ってるじゃないですか、バンカーも凍ってる、そこがちょっとややこしいですね、うん、凍ったバンカーもなかなか、まあ、10時ぐらいには溶け始めるんでね、うん、まあ、それまでは安全に行ってね、うんうんうん、まあ、ホールで危険なところって2番ぐらいですかね、2番、まあね、でも我々慣れてるからそれなんだけど、もうマイホールが危険かもしれないですね、葛城の場合はね、すごい難しいっていうふうに、まあうちのあの優秀なあのハウスキャディさんがつきますから、はい、アドバイスを聞きながら、うん、特に風とかは気をつけて、風とグリーンの傾斜ね、そうですね、うん、気をつけていただいてって感じですかね、はい、アドバイスになりませんけど山名のぼやきね、はい、山名のぼや、山名でぼやきなかったっけ、ないかもしれない、ね、ないかもしれないですね、なかったっけ、あんまり、山名はね、あのあれなんですよね、結構あのコース整備やってるんですよね、ヤマハレディスやるんで、うがりよりもやっぱちょっと整備があの手厚いんで、なかなか山名使える時がないんで、また考えさせていただいて ね、うん、ね、はい、うん、こちらもコメント来てますね。新入りメンバーのコンペね、コンペやりたいんですよね、BK でね。そうですね。BK ゴルフチャンネルゲスト、宮本プロ。ああ高いな、宮本プロ。高い。トーナメント。あ、でもあれじゃないですか。あ、そっか。合宿、来ないですか、ね、合宿はいらっしゃいます。あ、じゃあ合宿、うん、合宿いらっしゃいます。合宿お願いします。臨場で。ちょっとインスタグラムもコメントたくさん来てて、ちょっと読んでもらっても大丈夫ですか、すごい、ね、ゴルフ以外の企画、ゴルフ以外の企画って何がいいですか、やっぱり藤田プロ釣りっていうイメージで、釣りね、釣りの動画、あのでもね、あの船乗って行って、あの小生はねよく知ってるけど、半分は船長を、あの船酔いしてる。船酔いしてるんですよね。この船酔いの、頑張ります。これ、
うちのスクールの、ジュニアのスクールの藤田校長、ナンバーコーチ、いつも息子がスクールでお世話になってます。ありがとうございます。私もよろしくお願いします。頑張ります、今年も。来週から始まりますんで。ね、ヤマハのスクール生が今、何名ぐらい、80名ぐらいいるかな。そうですね、ね全体で。ね、全体で80名ぐらいいて、はい、静岡県中心に、ね、いろいろ考えてますからね。そうですね。はい、あの2月から始まるね、ラジオ、ケミックさんでね。あ、そうですね、うん、ラジオ。まあ、そこでも、あの、ジュニアコーナーをね、時々設けて、まあ、ジュニアに、あの、なんかいい情報とか、ね、うんうん、いろいろこう発信できて、まあ、今のところ予定ですけどね、自分の中では、その、無料レッスンラウンドみたいなことを やりたいね、一回と、うんうん。これはスポンサー次第なんでね、まあ、今、一生懸命、あのナンバー、はい、社内統括ですけど、はいはい、スポンサーに、邁進してくれてますけど、はい、動いております。もう私が無料レッスンラウンドやりたいっていうばっかりに、はい、スポンサーを集めなきゃいけないっていうのがありますけどね、はい、ぜひ聞いてほしいですね、ケミックスラジオ、ね、はい、そうですね、ラジオね、はい、そう、あ、横田さんから LINE 来てましたよ、そういえば。またコラボ、コラボお願いします。年末に僕に LINE があったんですよ。はい、うん。藤田先輩の LINE が消えてるみたいで。はい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 。教えてくんないみたいな。あ、それでこっち来たんですか。それで教えて、横田先輩から多分行ったんだと思うんですけど。あ、はいはい、来ました。そうです、あれ、じゃあコラボしたいんですよね。視聴者の方、難波さんが横田慎一。プロとどういった、どういう関係かね。ね、あんまり知らないですね。僕はだから、先輩後輩なんですね。はい、まあ、藤田先輩も大学の。専修大学、専修大学、横田プロも専修大学ね。大会ゴルフ。藤田さんとは入れ違いだったんですよ。そう。1年で入った時に卒業されてて。うん、で、1年入った時に、横田先輩が、2年生だったんですよね。で、寮にその頃、僕山口県出身なんですけど、うん、もう右も左も分かんない状態で、とりあえず向こうが丘遊園に行けって言われて、うん、もう人に聞きまくって行って、行ったら寮に電話しろって部長に言われてて、電話して来たのが横田先輩だったんですよ。当時シルビア乗ってまして、シルビア乗ってました、ね、できて、乗ってましたね。でその頃カラオケのついたシルビアねその頃、まあ、僕高校時代なんかも横田しさんとか、あ、神だよね。もう神ですよ。うん、神だよね。そう、あとはもうね、一個上はあの片山慎吾さんとかね、宮本さんもそうだし、うん、横尾要さんとか、うん、あとあの浅野圭一さんとかは、まあね、もうスーパースターの、うん、浅野圭一さんはあれですよ、宮本さんとまた仲いいね。ですよね、うん、それでびっくりして、うわ、横田慎一来たみたいな、迎えに横田慎一来るのみたいな感じで、呼び捨てすいません、呼び捨てすいません、まあ、横田さんとね重なってるの、大学時代ね。そんで大学終わった後も、あの、横田さんに教えてもらって、そうですね、うん、そう、それでこうトーナメント活動をしてた、うん、そうなんですね、ずっとね。そうで、研修生も最初僕三島スプリングスってところにいて、横田先輩が明日がシックスハンドルだって、うん、いうところで近く沼津にいたんですよ。で、余計それで近くにいたんで、うん、余計こう交流があって、うん、で、キャディーやったりとか、まあ、学生の頃はもう最後、4年生の時は何週担いだの、結構担いで、うんうん、で、勉強させてもらって。山本プロとぼやきって面白そう。そう、そういう先輩の後輩で。ぼやきが来るからな。めちゃくちゃいろいろ。ゲスト村上先輩、いや、嫌だな、それは。それは嫌だ、村上先輩嫌だ。あ、まあ今はいいな。今は。もう当時は嫌だな。村上先輩。いや、見てらっしゃいますね。いろいろ質問たくさんもありがたいね。本当に。何キロ移動しますかって、プロゴルファー。何キロですかね。私はね、大体3万5千ぐらいですね、年間。3万5千キロ。3万5千、うんうん、1年間、うん。車ですね。車ね。はい。でも車じゃないとこもありますからね。そう、ありますよね。そうするともうちょっと行きますよね。うんうん、確かに。車すぐ距離数いっちゃいます。ディナーショー歌ってください。無理でしょ。
無理。歌ダメなんです。これなんですか、あの、ゴルフ以外の企画ですね。いや、無理。いや、もう本当、登録みんな、もう、あの、なくなる。南波さんうまいからいいよね。いやいや、南波さんうまいよ。そうなんですよ。いやいや、南波さんちょっとこう弾けるもん。いや、ちょっとですか、そんな。ちょっとだけど。初めて弾いて歌える。弾いて歌は、いや、そこまでうまくないし。うまい、うまい。小袋とかね。よく覚えてますね。いや、覚えて。まあ、今できないけど、忘年会でね。はい。うん。あれしてね。ここ何年も忘年会行ってないね。昔ね、行けてたんだけど。昔っていうのは3年ぐらいですか。ね、BK の忘年会もできてないね。そうですね。ね。知らなかった。上手。知らなかったですね。横先輩とか、丸山さんとか見てるから、僕。いや、そこはもうプロ級だからね。プロ級ですよね。そこはもうプロ級で、人前だって全然歌えるからね、あの2人がね。そうです。まあ、のど自慢って、お笑いなんとかも出てましたよね、あの。あ、そうなんだ。はい。横先輩、そういう番組に。ご夫婦で出てましたよね。あ、夫婦でね。夫婦とも大丈夫だもんね。大丈夫ですね。姉ちゃんと。姉ちゃんと。ちゃうまいですからね。あ、すごいね。あれ聞いてるんでね、ちょっと全然レベルが違うと思いますね。はい、いっぱいコメントいただいてて、本当にね。読み切れない。読み切れないですね。どう？シャフト何本ぐらい？カラオケのついたシルビア。笑ってきてますよ。カラオケのついたシルビアね。カラオケついた。あの、うん、その後のシルビアどうなったかご存知ですか？いや、知らない。僕譲り受けたんですよ。あ、そうなの。僕乗ってたの。僕大学で車なくて、うん、で、横先輩がシードとかすぐね、うん、すぐ乗って、ね、はい、うん、もう俺もう車買うからって、うん、もうこれ乗るって言って、乗ります乗りますって言って譲っていただいて。マニュアルだったよね。そうです、マニュアル、ね、マニュアルのシルビアね。カラオケもついたまま。カラオケはどうかな、まあオーディオは良かったよね。あの音、あれダッシュボード開けたらカラオケマイクついてたでしょ。あれどうだったけど、僕の時、すごい。あ、ついてない。あんまり、まあ、あんまり言っちゃいけないかもしれない。武田先輩じゃないですか。あ、武田先輩、ここにもマイクがあって。もうあのライブもね、すごかったもんね。歌ってましたけどね。そうだね。オフはすぐ忘れられ、今日も初打ちしましたけど、まだまだダメだって、ナンバープロに言われました。まだ、まだ、下から入るって言われました。忘れられてないですから、もう向き合うしかないです。BK コンペ計画ありますか？あ、BK コンペ。いや、やりたいんですよね。うん、こういうのってこういうの募集して、一般公募で。いや、そうなんですよ。だから、我々こうやってね、あの、ね、普段つなが、こういうね、オンラインでつながった方々と、BK の我々の仲間とコミュニティを作って、で我々と一緒にそうやってなりゴルフ以外のことも楽しみたいよねっていうのはね、あの普段言ってんだけどね、うん、そうですね。なんで、まあ、こういう YouTube 活動とか Instagram もそうですしね、あのそういうこともやらせていただいてて、なんでチーム BK、 あの私を中心にあの南波さんがヘッドで、あの今何人いる、まあ、12名ですかね。12名ぐらいプロがいるね。そういうあのプロゴルファーたちと、皆さんとなんか面白いことできたらなっていうので、まあコロナとかもあるんでね、まだコンペとかはちょっと難しいですけどね。ファンクラブはないですかね。ファンクラブはないけど、あのそういう BK としてあの何か皆さんとできたらなっていうね、そうですね、ことを常に言っておりますんでね。はい、こっちだからインスタとかね登録してもらいたいしね、はい、もっともっとこの、 あの BK のプロたちを知ってもらいたいっていうのはありますよね、うん、まあ、私はあのチーム芹沢っていうね、芹沢さん師匠のチームに私はいるんですけど、その中の私藤田裕之がまたあのチームを作ってるっていう、なんかそんなイメージですね、うんうん、はい、藤田さんって結構チームっていうワードをすごいおっしゃるじゃないですか。チーム BK とかって。やっぱチームが好きな理由ってなんかあるんですか？なんだろうね。まあ好きとかじゃないかもしれないよね。はい、だけど、結局あのね、まあ、何回も聞いてるかもしれないけど、ヤマハのジュニアを立ち上げるときに、あの私が校長してると。で、ツアー行ってるじゃないですか。でも、その責任者
現場の責任者を誰かこう立てなきゃいけないとなったわけですよ。でその時にやっぱ難波さんが一番信頼ができたわけ、私はね。で一緒にトレーニングをやってたし、そういう意味で40歳の時にトーナメント活動やめてくださいってお願いしたの。それにだけどトーナメントプレイヤーがトーナメント活動やめるってすごい決断なのね、はい、でそれをやってくれて、で今やってくれてるじゃないですか、はい、いろんなこともね、ヤマハ以外のこともやってくれてる。でそこをやっぱりね、恩返ししたいのよね、うん、だから うん、そういう意味もあってちょっとチーム組んで動かないって、うん、プロゴルファーってほら個人個人で動くんだけど、うん、やっぱそれが集まると何かを生み出すんじゃないのかなっていう、生み出したいなと思ったんだよね。真面目な話でこれ。いい話でした。いいね、コメント来なくなっちゃったもん。もうみんなもう聞き入っちゃってるんじゃないですか。男気ですね。あ、そうですね。男気ですね。男気。そうですね。そこに僕もね、はい。それがなきゃ僕もついていけないですから。もうありがたい話でね。だからまあなんかこうやって、こうやって集まって皆さんともね、将来また会えたりするといいですよね。うん、一緒にね。そうですね。だってこの YouTube とか BK ゴルフチャンネルとか参加してもらいたいよね。いや、参加してほしいです、ね。うん。皆さんがね、参加してもらって、プロゴルファー対視聴者みたいなね。うん、負けたりして。やばいです。もう10年出てない。ね、やばい。もう最近ね、大丈夫ですよ。もうでも47日使えないから。あ、そうです。やばいです。あれだけが僕の歌や。そう。この間ね、過去の動画で、はい、シンバプロが15万回ぐらい行ってるやつ。はい、はい。ね、あれで、短く持ってくださいって。はい、はい。曲げないために。でもそれ見ながら、いや、自分長いじゃん、ドライバーって。目いっぱい作ってません。ね、本当にね、そういうこと、悲しいですよ、うん、おかげさまでね、今の新しいね、年末の動画すごいね、52歳、280ヤードをね、このバーンからキャーンっていうのね、はい、ミックスしてくださいってやつ、すごい見ていただいてて、うん、ありがとうございます。勉強になりますね、藤田君の動画は。で本当にね、コメント欄もそういう。いや、でも僕の、あれです。私はいいよ。私の意見なんですけど。苦労してますから、それなりに。もうね、いろいろ苦労してこうかな、かなって言ってね、うん。やってますよね。困ったら師匠に駆け込む。うん、そういうね、やっぱ軸となる人ってやっぱ大事だと思いますよ。うん、私は芹沢信夫さんが、もうそうですけど、その皆さんもそういう人を作った方がね、うん、絶対でもゴルフ難しすぎます。そうですね、自分では分かんないことがたくさんありますからね。分かんないですよ、やってるつもりって多々ありますからね。ある、あります。コメント答えてないですね。もっとカツラギのコネを生かしてほしい。メンバーの知り合い、うん、いないです。もうちょっとお時間ください。BK でコンペとか開いたら。BK でコンペ開いて、カツラギに行きましょうか。はい。それが一番現実的に。そうですね。はい。ですね。はい。僕が予約すればですね、試合に行きます。そうです。BK でコンペやりますので。BK で参加する方なんで、うん、はい、はい。大丈夫な方々です。ということでね。そうですね。はい。うん、もうそろそろもう1時間になるので、あと質問1つ2つを答えて、答えさせてもらって、ちょっと、ね。そうですか、たくさんの方に見ていただいてたけど。あ、またやりたいですね、ライブね。ゴルフ始めたての人は、まずどんな練習をしたらよいですか。あ、四つ池行ったらいいんじゃないですか。四つ池。この辺の人はいいんですけど。あ、この辺の人、はい、四つ池はうちのね、チームメンバーがいますから、はい、レッスンしてくれますけど。8ゴルがありますからね。あ、初心者のね、初心者の8ゴルコースね、はい。ちゃんとコースまで連れていくっていうやつ、ね。ダメ。いや、遠いと大変じゃないですか。通えばいいじゃん。そう。
ちょっと、あの、ハジゴルもステップあるじゃないですか。1、2、3、7、8、8ステップ。8ステップ、ね。8回やって、終わったら、コース1回連れてね、1回ね。どんな内容をこう、ステップで、こう、例2つぐらい出せば。だから基本的なとこですよね。アドレスをちゃんと作りましょう。はい、まあ、振りを左右対称でどれだけこう振れるようになりますかみたいなところで、はい、うん、まあ、全てをこうパターンアプローチドライバーまでね、うんうん、少しかじっていただいて、そうまずはちゃんとアドレスして、はい、ちゃんとフィニッシュが取れるで、まあ、まあまあ当たりますっていうのがそのアジゴルのゴール、うんうんうん、なるほど、それを、まあ、個人差ありますよね、 そこはね、そうです、そこは個人差あるけどね、初心者の方はね、でも一番いいのはやっぱりこうレッスンプロにつくのが一番いいと思います。うんうん、やっぱり最初から教わった方が藤田弘之みたいに癖のあるスイングにならないです。コメントしづらいです。癖があるじゃないですか。もうそれはもうボールばっかり追求したから、うんうん、ボールがこうだ、あ、じゃあこうかなみたいなやってたらあんな形になっちゃったみたいなね。なんでスイングをきれいにこう作りながらやるといいと思いますよね。うん、いました。契約品以外にこだわってるものがボールティー。ボールも契約、ティーも契約。ね、ボールはタイトリスト、ティーは田畑さん。スコッティ・キャメロンぐらいかな、こだわってるの。これは強いですね、こだわり。キャメロンはね、うん、こだわります。打感まで、うんうん、藤田君、楽しい人ですね。難しい人、難しい、よく言われるんですよね。はい、はい、まあ、ラジオもだいぶ楽しんで、そう、トーナメント見てると難しいよね、自分でも思う、うん、そのモードがありますよね、うん、集中しちゃう、生きるが死ぬからね、本当にね、かっこいい、ありがとうございます、そう言っていただける、助かります、本当に、ね、まあ、残り3分ということで、残り3分になった、はい、ちょっと最後に結構120人多くの方見ていただいてますけど、ありがとうございます、はい、一言ずつちょっといただいてもよろしいですか。そうですね、はい、今年もですねチーム BK のね、ヘッドとして、もうみんなを引っ張っていけるようにね、頑張っていきますけど、まあそれはまあ何が目的かっていうと、やっぱり、アマチュアの方のね、やっぱこうゴルフライフをやっぱりこう、笑顔でね、楽しんでもらえるように、サポートしていきたいっていうところがありますので、まあ、チーム一丸となってね、その、お客さんのために、生徒さんのためにね、なるようなレースをしていって、楽しんで、ゴルフをね、いただけたらなと思ってますんで、また今年1年ね、チーム BK、よろしくお願いいたします。藤田プロ、もう全部言ってもらったんで。あ、違う。でも、チャンネルとしては、はい、まあ、私がやりたいことを、また引き続きやらせていただきたいっていうね、まあ、藤田博之はそういうふうに思ってて。で、BK のね、メンバーも、いろいろ動画の中で、これから出ていただいてね、またそこも、いろいろ応援していただければというふうに思います。なんで、まあ、この BK ゴルフチャンネルをね、引き続き、見ていただいて、応援していただいて、優しいコメント、お待ち、時々こう厳しいコメントが、まあしょうがないんでしょうけどね、こういうものはね、しょうがないんでしょうけど、ね、そういうことでね、また今年もチーム BK、ね、浜松エリアでレッスン活動、やりまして、そしてこういう全国の方には、YouTube、それからインスタを、使わせていただきながら、皆さんになんかちょっとためになるなとか、ちょっと面白いなっていうようなそういうものがお届けできたら嬉しいなと思うんで、まあ、さっきも言ったようにね、もうちょっと成長できたら皆さんと一緒にお会いして、そうですね、みんなで一緒に楽しみましょうっていう時間も作れたらいいと思いますし、はい、2月からね、ラジオ始まりますので、はい、県内の方はKMIXでね、はい、聞けるけど、はい、それ以外の方はラジコでね、はい、見ていただく、まあ、こういうオンライン活動もやってます。
で個人的にはあのトーナメントしっかり頑張りますんで、はいはい、そこはピシッと、はい、BK は楽しくね、はい、急にあのトーナメントモードみたいな厳しいんだよなこの年になると本当お時間はい時間になりますので、まだまだちょっと読みあのコメントも読み切れなかったんですけど、ね、100名の方も見ていらっしゃってね、はい、ねあ終わったと思ってだんだん減ってきたね、まあ、ということで本当に減ってきてます本当に減ってきて、はい、本当に減ってきてなのでまたこう機会があれば、はいはい、そうですね応援します、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますまたこういう機会ね、うん、作らせていただきたいなと思います。はい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 、では、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。